これそんなじゃ納得しないよ。俺今日呼ばれてるわ。ビビッと来た時にこれ多分俺の後ろの人だと思うんだよね。なるほど、こういうことか。おお、すごいな。あれはね、伝説じゃないと思う。はい、うん、あの本当にあったんだと思う。あと何回かの一人回帰大作戦は終わります。何ですって？もう無理だ。一人じゃねえしみたいな。確かにね。なので新しい番組を今一生懸命考えておりまして、まあそんな感じですわ。ということで新番組がもうしばらく始まります。これでも増えなかったらもうニコニコなんて捨てちまおう。なるほど、うん、でもね、たまにポッと見ると面白いんですけどね。何が？コメント流れるのでね、クスッと来たりするじゃないですか。なんかこないですよね。本当にここまでの調羅、まあでもミクシーもそうだったんだろうな。そうですね、ミクシーもなんか誰もやらなくなったって感じでしょ。今なんてもう誰もやらないじゃないですか、うん、やっぱやってる人もいるんだろうけど、はい、うん、確かにね、まあ、あっちはね、うまいことアプリゲーがヒットしたから。あ、そうなの。モンスターストライクがミクシーです。あれミクシーなんですか。あれがなかったらもう完全にアウトでしたね。はあ、なるほど。なのでフリートークもなんか面白くするのももったいねえな。え、まあこれ YouTube に流れますから、まあ、YouTube の見てる人にはさ、そのあれなんだけど、やっぱりまだニコニコでね頑張ってくれてる人は頑張んなきゃいけないんですけど、それに対してそのドワンゴというかニコニコが何かをしようという気が全くないもんね。まあそれはね、画質を向上するとかさ。画質は多少良くなったんでしょ。でも結局のところはさ、プレミア会員に入らなければ何もできないとかいうのは無理だと思うよ、もう今の時代。まあね、だいぶあの飼育問題だとかあの辺は今一般でもできるはずです。ああ、そうなんだ、ね、でもそんなの無料でずっと YouTube とかやってたわけで ねえ、まあ根本的にダメですよ。新番組何をやられるんですか。うん。日本全国性風俗の旅とかね。許されるんだそれ。成田明のテレクラ入門みたいなさ、そんなテレクラなんかあるのか今。テレクラ、いやあるでしょ。だってうちらやったじゃん。あれはでもちょっと違う。あれはちょっとテレクラではない。特に出会い系アプリ、はいはい、そっち系に今シフトはしてんじゃないですか。あ、テレクラとかじゃなくて、うん、まあでも未だにリンリンクラブとかあるんじゃないですか。リンリンクラブってまだあるのかね。あるでしょ。もう俺あっち方面行かないからさ、はい、歌舞伎町なんて、分かんないんですよね。1時間800円とか言うね。あれでしょ、かかってきたらパッて取れなかったらもう、ただこうじゃないんですよ。あのこう受話器を持ってこうやって取ってるもうそんな無理無理無理。受話器の外してあるじゃないですか、あれをフックするんですよ、はい、で光った瞬間にパッて離すんですよ。はいはい、ほんな緑色になるとかかったことになってもしもしってやるんだってさ。なんでそんなテクニックがいるの。だから早く取らなきゃいけない。そんな競争し合ってんの。そうみたいな、そういうのはあったみたいですよ。でも話せても当たり外れもある。あったもほぼ外れですよ。外れしかないです。桜かいたずらではないですよ。なるほどね、そういうもんなのね。そうそう、そんなもんあるわけないね。昔はね、なんかそういうのよく聞きましたけど。俺は別荘で使ってたのね。あ、そうなんですか。昔満喫なんかなかったからさ、はい、あの狭い空間で一人になって真っ暗の中でどうのこうのっていう作業する場所なんかなかったんですよ。今
今満喫期あるじゃない。ありますね。あのテレクルバッチリだったんだよ。ほうほう。でまあ話し声とかは基本的に防音みたいなのもちゃんとできてたりとかするから結構ね落ち着くんですよ。あ、そうなの。2畳ぐらいの、下手すら2畳 1.5 畳ぐらいぐらいですね。もうちょうど良かったんですよね。そのまま寝ちゃってもいいし、はい、でもこう電話がたまにキリってかかってきたりするんでしょ。かかってるけども出ねえよ俺は。誰か出ろよみたいな。あとはもうガッシャンって切るってね。だって同じやつがずっとやってんだもん。あ、そうなんですね。あ、冷やかしとかね。だから俺テレクラとかで人に会ったことないですよ。あ、なるほどね、うん、そうか。いや、私はそういう文化は未経験でございますから。いや、面白かったですよ、俺の友達なんて。あ、そうなんだ。あの、みんな必死なんでしょ。みんな必死ですよ。パーンって見たらね、あの、誰に似てる、その当時ね、当時誰に似てるんですかって言ったらさ、結構名前を言うわけですよ、はい。あの頃だと誰かな、まあまあまあいますよ。まあやっぱりね、いますね。で、体型はどうなんですか、ちょっとグラマーとするって、グラマーかよって言ったらね、ズーン、ズーン、ズーンっていう、なんかあのマシュマロマンみたいなのが向こうから歩いてきた。ゴーストバスターズ。そう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 。見えたって言うんですね。それをグラマーと言うんだ。本当に地響きがしたっていう。出会い系、あ、まあでも出会い系はあれですもんね、写メとかがあるからね。いや、あんなのインチキだろ。加工に加工を重ねたもんだ。いや、加工に加工というよりもさ、明らかに俺なんてさ、見た時に絶対こんなやついねえよみたいな、あ、たまにあるじゃない、なんかあの、はい、もうあのそこに飛ばされるみたいな時が、はい、で飛ばされてもう暇な時はちょっと遊んでやろうかと思って、はい、だどんなんがいるのよって見たら絶対お前いねえよっていうのがいっぱいいるよ。あ、それはね、いっぱいいるでしょ、ね、あ、ね、こんなとこでお前出会い系なんかしなくたって普通男に群がってくるだろうよっていうのがいっぱいいるんだよ、俺雑誌で。でもやっぱり出会い系でやんないとダメだよねっていう人もいますよ、それ、はい、その中にね、うん、でもその中でもちょっと、うん、ないかなみたいな。だってあるわけで、はい、ああいうのは時間の無駄だと思ってます、ね、なんでですか。出会い系は。なんでですか。だってその時間があったらなんか他のことした方が効率的でしょ。会いもしないんだから。分かんないじゃないですか。もうすっごい、もしかするとだよ。はい、え、楽器に入れず、あ、誰か芸能人に似てると誰が似てますかって言って、はい、いや私特に誰とも似てませんって言って、でこういうとこ初めてなんで、はい、ちょっと興味があって言って、仕事は大変なんですか。はい、大変です。大変だからこういうところで息抜きとか出会いが求めれればって、会いましょうか、会いましょうってなってさ、待ち合わせに楽器来たらどうするか。楽器とか言って、え、マジでやんないか。いやいやいや、もう誰もあの意外にこういうはモテないもんですよとか言われて、そうですかみたいな。なんだったらね、それこそゲームやってた方が可能性。楽器来たらどうすんだよ。そう、オンラインゲームとかやってた方がワンチャンありますよ。なんの。でもモンスターハンターとかね、ゴマキに合いますよ。ゴマキ、ゴマキなんか別に会いたくないですよ。そうです、はあ、だってね、なんかあの一時もあの話題になったじゃないですか、はい、あのその不倫的な、 あれモンスターハンターなんですよね。あ、そうなの。モンスターハンターで仲良くなった人に、はあ、もうなんかもうそれまで伏せてたんだって、ゴマキが。ゴマキが。で、あの普通にやってたら、狩りをしてたら、あのなんかちょっと気になってきたから、あのところであなたと、モーニング娘。の中だったら誰があのタイプですかって聞いたら、まあやっぱゴマキかなって言ったらしくて、で、私がゴマキっていう。で、それでじゃあちょっと本当にってのところからまた仲が深まったんでしょ。ほんで、で、まああの不倫ですね。え、最後まで行ったの。行ったんです。モンハンやんなきゃダメじゃん。だからみんなその時に世のオタクどもは俺たちにもチャンスがあるというよりも、ゴマキいいやつだな。そう絶対だったらどうすんだろうという考えがないんだ。ないのね。そう絶対モンハンなんかでカチカチやってるやつで、おい、おうか、おうばっかか
うわ、アユがとかそんなん言ってんだろ。まあまあそういうのが。そんなに会おうっつんだからさ、ごまきもなんかもうお前何でもありかみたいな、ね。すごいいい子らしいんですよ。いい子なんだごまき。ごまきすごいいい子らしい。おお、そう。ね。ああ。そうなんだ。けなげでね、献身的でね。マジで？なんかですよ。え？なんかやからじゃねえの？やから属性的に言ったらやからですよ。属性やからでしょ。でも属性やからでもあのいるじゃん、すごい。あの弟がもうクズじゃん。そうそうそう。夫とっとうね。え？夫とっとうね。夫とっとうね。なんかそんな歌歌ってたよ。いいジャンプとか。知らんか。アイドルやってましたから。あ、そうですか。弟だってクズしかいねえじゃん、あの。だから、あの弟のあの石鹸とかするのにやめたんですよ。うん、何を？アイドル。なんで？でそうね、見たりとか、あとお母さんの面倒も見なきゃいけない。お母さんの面倒なんか誰が見てんの？いや、だからごまきが見てた。なんで？弟があんなだから。弟あんなんだよな。だからもうそういうの献身的にするんだったらもうアイドル活動やれないから引退する。え、なんで？知らないよ、そんな。そっちの金稼げるじゃん。でも金も稼がなきゃいけないですけど、なんかそういうのもやるのに、なんかあれらしいですよ。引退して、ずっとなんかそう献身的に面会にも行くわ、お母さんたちの世話もするわ。お母さん何やってるんですか。お母さんも亡くなりましたね、確かに。あ、そうなんだ。ご病気されてたから。へえ。ね、だからすごい、だからあの子はええ子やってみたなとか。あの子はええ子やなるわけだ。ね、と思ったらなんか不倫したですね。結婚したらよかったよかったってなってたら不倫したのかいっつって。ああ、そうか。これごめん、俺間違えたかな。北関東自動車道に、まあ、でもまだ筑波越えた？あ、本当だ。ちょっと見ますけど、まあだからそんな感じらしいですよ。次でちょっと U ターンしなきゃいけないけど、ね、そうだろう。あ、そうですね。ごまきなんてびっくりしちゃったよ。私がごまき、ね、寂しかったんだな。寂しかったでしょうね、確かに。モンハンやってるぐらい。まあ、モンハン昔からやってたんで、あんま上手くないらしいですね。何が。いや、モンハンあんまりお上手でもないらしいですね。ああ、いいじゃねえか別に。何がいけないんだよ。いや、最近ね、ごまき俺んとこ来いよ。じゃあいくらでも相手してやるよ。俺のモンスターを枯らしてやるよ。あなたのモンスター今モビルアーマーでしょ。いや俺もうね、おとなしくなったもんですよ。あ、本当ですか。昔はね、ドラゴンとしても火を吹きまくってましたけど、古流だったから。古流古流種だった。黒騎士だから。黒騎士が乗るようなもう、ドラゴンでしたけど、もう今ワニになっちゃいましたね。ね、だからそのずっとモンハン廃人として言ってたんですよ。モンハン好きでみたいな。いや、あの次長課長の河本じゃない方、はい、井上だっけ、あの人がモンハンも大好きで、もうモンハン廃人って一応名前が知れてますけど、はい、あれクラスなんだろうなと思ってみんな見てたら、実はそうでも大したことなかったみたいな。一緒に狩りに行ってる人たちに狩らせてボーっと見てる。いい、かわいいじゃない。行ったらやられるからもうあの来ないでくれって言われる。かわいいじゃない。いいじゃねえかよ、大きなオスターだよ。そんなの人みたいですよ。はあ、俺と来いよ、俺とこに。はっきり言ってね、ごまきが出会った男いろいろいるわ。はいはい、あねえ、ね、いましたね。いると思いますよ。俺といたら絶対飽きないっすよ。ああね、なるほどね。ああ、それは苦しむよ君が。もうなね、あのずっと2号さんは嫌みたいな、はい、苦しむ、泣くよ。なるほど。ほんでタイプじゃないしな俺。ああ、ね、タイプじゃない人には冷たいです。冷たいよ俺は。もうね、あの本当タイプじゃなかったら、ああそれもいいんじゃないかみたいな話だからね。ね、ただもうタイプになった瞬間にホームランダーになるからな。そうね、
大変なことになります。こっからと戻るのとどっちがって、もうここまで来たらここまで 来た方がいいんじゃないかと思うんだけど、そっちの方があんま変わんないですよ。変わんないだろう、思ったらね。そうなんだ。でその方が勝手したる道になる気もせん、そういうような気もしないでもないけどな。ほらこうだろう、あんま変わんないですよ。変わんないよ。今見ましたけど、このまま突っ切る方向で。いや、でもちょっと違うか。どうなの？どうでしょう。要は、あの、宇都宮の方行って、下るんでしょ。変わらないでしょ。どちらでもお任せします。本当に変わんない？なんで、1時間40、こっちで行ったら1時間46分です。あ、本当、本当に変わんねえな。でしょ。うん、じゃあこれで行きましょう。で、これで。なんかでもごまきがね、この前あれなんでしょ、あの AKB とコラボってセンターだったんでしょ。ね、そうらしいですね。ものすごかったんでしょ、やっぱり。やっぱりね。でもね、そりゃそうなんだよ。たかだか AKB ごときがモーニング娘。のセンター張ってたやつに勝てるわけがないんだよ。当たり前ですよね。当たり前だよ、女の。それいくら年齢差 10歳離れてるね。全然関係ないですよ。格が違うよ。ね、それはそうですよ。ねえ、だから、そのまあ、AKB も AKB かもしれないけど、やっぱりその時代にゴマキがいたら前田敦子がねセンターなんか行けるわけないよ。だろね、そりゃそうです。あ、だと思うぞ。だってツンクがね、あれですよ、安倍ちゃんを押しのけてセンターにしたんですよ。誰を？ゴマキ。ゴマキが入った時、この子のやつ。それぐらいのポテンシャルはやっぱ未だにお持ちでしょ。そうですか、ね。いくらモンハンが下手かろうと。それ下手なのが可愛いじゃん。なんか俺ゴマキいいわ、ゴマキ来いよ俺。俺とかちょっとだけ相手してやる今だったら。かなり上からって。今だったらちょっと相手してやる。ね、結構ですって言われたらどうする。ああ、お前何がお前ごときが何言っとんねんこらっていう話ですよ。まあね。本当に。ね。今だったら遊んでやるよ。間に合ってますって言われて。あ？もうだって間に合ってるよバーカ。モビルアーマーちょっとみたいな。うるせえ、黒騎士だぞ本当に。お前が来たら黒騎士になってやるよ。なるほど。カーッとこう、うん、パーチするわけです。本当だよ。当たり前じゃねえかよ。そうなんですけど。まあそんな感じで。はい、まあ、あれなんだけど。まあ俺も唯一ね、はい、アイドル系のコンサートって言ったらモーニング娘。しか行ってないわけで。あ、そうなんですか。あ、そうですよ。埼玉アリーナ、スリーデイズ、2日行きましたよ。なんでそんなに行かれたんですか。ドハマりしてたの。ドハマりしてた。ドハマりっていうことじゃないけど、その、音楽性がすごく好きだったんですよ。あ、なるほど。だから、その、どちらアイドルを見に行くっていうより、その、ライブを見に行ったっていうか。はい。で初日は娘と一緒に2人で、はい、ミニモニがいたから、あ、子供はやっぱりミニモニ見たいんですよ。そうね。でやっぱりね、ミニモニがいた時は、例えば埼玉スーパーアリーナあるじゃない、はい、サイドの部分は全部あの親子に開放してるんですよ。あ、すごいですね。あの幼児っていうか、あの小学校以下とか幼稚園の子らが見れるスペースってあるのよ、はい、そういう席が。ほらそこで見てたら、まあ一番、まあみんなミニモニ見に来るんだけど、はい、で、まあ、次の日は、あの、大きいお友達の人たちと、はい、ここにあのペンライトを挟んで、サイリウムをね、顔を挟んで、こうやってもね。いや、そこまではやらなかったけど、ね、あ、かっちゃええな、モーニング娘。みたいな話でした。ね、唯一俺が行った、はい、でも ダンスマンの学生みたいな。あ、そうそうそう、だからダンスマン好きじゃない、だからダンスマンとか、やっぱりあの頃のそのモーニング娘。のツンクはやっぱり神がかってたと思うから、あれの時のモーニング娘。今でも聴いてもかっこいいですよ。確かにね、あります。だって最近のモーニング娘。の曲って分かんないもんね。あ、やってんのまだ。やってるやってる。え、なんで誰もいないじゃん。いや、だから今もうメンバー全員一新ですよ。あ、そうなんだ。まあ、今モーニング娘。20じゃないですか。20って何？あの番号振るようにしたんだって。
AKB で AKB じゃないけど、うん、あの年号ごとに今年だ来年はモーニング娘。21ですよ。ああまあ、なんかそれなんかそういう風にしたらしいですよ。ああ、そう、なんだ、へえ、でも僕らは全く知らない人たち、本当だね、道ですれ違っても多分分かんないよ。分かんない、そうそうそう、モーニング娘。ですよって、あんま何言ってんのパガーって多分言うと思うよ。あれはって言われて、ヨッシーはヨッシーは何してたのね、今ね、うん、まああの、まあ、酒かっくらってると思いますけど ね本当にね。でもだから昔 その僕らが知ってる人たちもたまにやっぱり呼ばれるわけですよ、集結するわけですよ。ああ、そうなんだ。で、まあ、その歌の番組、特番とかで歌ったりするときは、うん、モーニング娘。レジェンドだから。あ、レジェンドって言われるんだ。そうなんだ。でもウルトラマンみたいだね、みたいな。いや、使いがつって。だよな。たまにね、太郎を助けるのに奈良兄弟がこうしたって。だから今のモーニング娘。じゃ客が呼べないってことでしょ。まあ、そうなんですかね。まあ、どこのアイドルも厳しいと思いますけど。ああ、知ったんじゃねえかよ。まあ、頑張っていただき、絶対誰かの書き垂れなんだから。あ、なるほど、憧れるだけ無駄ですよ。だから、だっていいな、この子ファンなんだとか言ってさ、その何、あの三井だとするじゃん、三井だわーって言ったって、はい、夜になったらさ、あのそこそこのさ、やからぬのチンポ加えてんだから、なんとか連合とかさ、なんとかうんとかな、さああいうやつのやからぬに、やからぬチンポ加えさせられてんだから、加えてんだから、好き好んで、もう、ね、そういうこと言って夢壊すようなこと言っちゃダメ。いや、だって本当だって、絶対そうだって。例えばね、そのアイドルの A 子ちゃんが実は一般の人と普通の大学生とか、はい、そのなんていう の, あの、まあ、ちょっとオタク寄りの子とかさ、はい、文系とかそういうのとなんか付き合わないよ。絶対やからに決まってんじゃん、夜行系の。なるほど、ね、でその夜行系はさ、その何々とチンポをしゃぶらせてんだって言って優越感感じて、君らがこうやって並んでありがとうございます、頑張ってくださいって言ってるのを遠くから見てニヤニヤ笑ってんだ。そんなよ、俺真っ平ごめんだよ、そんなの俺。悪いけど、それはね、そうでしょうね。ああ確かにね、思わね、三つ木損だよ、なの。どうしたら通るんですか。俺に三つ木分にあったら構わないと思いますよ。それはでも叶わぬ恋なわけですよ。何が、それはそれで叶わぬ恋、やってくれって言ったらやるっつうの。やるっつうの。それで三つ木でくれるんだったらいくらでも頑張れっすよね。あ、名前を呼んでって投げ銭してくれたら名前ちゃんと呼ぶ、ね、名前呼ぶないから呼びますよ。ほんとにちゃんがいいのかさんがいいのか、ね、呼び手がいいのか、ほんとそうだよ、ね、こじきの月は倍勝負だよ。ほんと大変ですよ。嫌いじゃないからね、嫌いじゃないからさ、でもアイドルのは本当俺そう思うわ。まあね、それはそうでしょうね。大変ですよ。ねえ。もう？いや、だから僕も無理ですもん、そんな。今あれなんだろ、最後の砦って言われてるのがガッキーなんだろ。あれも一応アイドル枠なんですか？この、まあまあ、この前石原なんとかが結婚したんで、ガッチーラーとか言ってる、あの、ね、もうあの、ろくでもね女優。ガッチーラーとか言って、名女優とか言ってんじゃねえよとか思うんだけど。もうみんながロスだとか言って、ああ、ね、そう、株価が下がったらしいです。何の株価？株価、大体あのアイドルのが、その国民的アイドルが結婚とかってなると株価が下がる傾向らしいんです。今回なんかなんかなんだっけ、再起不能なぐらいゴーン落ちたらしいです。そんなに人気だったの？あの人気だったんじゃないんですか？はい、ね、全く興味ないんですが。あ、そうなんですか。ショックが、ショック受ける。だってね、どっかの誰かさんはね。福山雅治がね、結婚したらもう会社行けないってなってたぐらいですから、ね、女性だったら、だそれの男性版みたいな感じでしょ。頭おかしいでしょ。あの、なんぼなんぼね、そのなんだ、あの、そう言ったところで、はい、福山の奥さん誰だっけ、奥山なんとかだっけ、なんだっけ、なんだっけ、誰だっけ。ああ、でもなんかあの、あれですよね、業界の人ですよ、ね、女優がなんかだろ、確か。ああ。嫁に。ああ、福士さん、福士。
フェティーシー活性化なんかよくわかんないけどさ、ねえ勝てるわけねえじゃん。ねえそんなの福山雅治があなたを相手するわけないじゃん。ねえあの時そうかってマチャロスって。えマチャロスって何やロスだよ。もう そんなもん付き合っていきなりね、明日が今日出会いました、明日結婚しますって言うんだったらロスだよ、はい、前からずっとクリスマスの日に会っていいね、愛してる愛してないの話ですよ。正月だってグッバグンね、今度の夏休みはどこに行こうか海に行こうかとかいろいろやって何年もそうでねやってんだよ。もう何がロスだよ、もうよろしくやってるに決まってんじゃんそんなの。に憧れるだけ無駄だよ。なるほどね、うん、確かにね、うん、思いますよ。そうだろ、ねえ、ね、いいぞ二次元は裏切らないからね。いやそんなことないんじゃないですか。何が二次元も裏切るときは裏切るじゃないですか。裏切りますな、ね、うん、まあそういうのもあるんだけど無理な、現実見ろよ現実。だからそうだね、あなたを愛してくれてる人はもっと近くにいるかもしれないよ。ああ、いいこと言う、いいことを言う。ほんとその通りね、あまりにも近すぎて見えないっていうのもあるわけ。東大元暮らしってやつ。いやもうほんとにね、あまりにも近すぎるから、ね、僕もだからあれですよ、周りがあの一時期すごい心配したんですよ。あの花澤香菜さんが結構受けてくる、あんなの差し置きうろうろしてりゃいっぱいいるっちゅうね。みんなが「よし大丈夫か?」日曜日の差し置き中学行ったらいっぱいおるわ、うろ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 してるわあんなの。そんなあんな顔の方はね、あんなって言っちゃったけどいらっしゃるかもしれないけど、花澤香菜さんはそうそういない。四角い、結構四角いよね。あ、四角ですね、花澤香菜って。そうそうそう、ね、あんなもん今運動会のシーズンだからもううろうろしてりゃいっぱいいるよ。いっぱいいる。あそこにも原田からで、あっちにも原田からいるぞって言って。でもみんな、うん、みんなね、みんながおいおい大丈夫か大丈夫かってなったけど、党の方に何のことみたいな。当たり前だよそんなのお前。あっちにも原田、あっちに三石琴乃もいるぞみたいな。本当に、もううまくいたらもうエヴァンゲリオン全員いるわ。本当に。そうね。おう。コロナ戦。そうそう。宮村もいるわな。いや宮村が全然いるよお前。やからのあのなんかここら辺で襟首伸ばしてるクソガキのさ、あの母ちゃんの役で、あああそこにミヤもいるよって言って。ほんとに声優なんてそんなもんだって。もう今運動会行け、運動会声優に憧れてるやつは、あの小中の運動会行ったらいっぱいおるわ。水木奈々じゃねえあれみたいなのにね。別に顔だけじゃないじゃないの。顔だろ。いや顔だけだったらそりゃ普通のアイドルとかそっち行った方がいいんですか、ね、違うんだよ。またね声優のところに行くね、考えが姑息で嫌なのよ。あ、そうなの。分かってんだよアイドルは俺ら相手しねえみたいな、はい、でもここら辺だったらいけんじゃねえとかいうようなその姑息さが嫌なんだよ。あ、なるほどね。あの地下アイドル好きなやつとかな、はいはい、あ、それはねありますよね。あるじゃないね、あの、まあ、AKB は無理だけどこいつらだったらとか言って、でもっと地下いるじゃん、はい、もっと下水道にいるような下水道系アイドル、下水道系アイドル、あ、地下アイドルとか言うなよ、下水道だってあれは。おう、なるほどね。ワニがいる世界だよ。あの巨大な巨大なワニがアリゲーターそういうのがいる。もうアリゲーターだよおめえら。そうね、本当にさ、だからあの男性もバンで言えばね、あのあれです、インディーズ追っかけるバンキャですよ。おう、あの彼女たちはそういう考えですよ。あ、そうですか。ワンちゃんって、まあ俺のこと好きだというね、子猫ちゃんらはそんなバカなことはないと思うけど、いいセンスしてると思いますよ。ね、それはもう全然心配しなくていい。うん、でも他のやつらはちょっと頭おかしいよ本当に。俺からすると。なるほどね。まあ、ね、あの例えばだよ、はい、あの。お笑いの追っかけするやついるじゃないですか。いますね。うん、どうするの？お笑い追っかけて。で2人きりになった時にあのなんかやってほしいわけ、チキショーとか、ね、カチカチやねーとか言うのに、2人きりになった時にやってもらいたいの。絶対やんないよ、ドン引くよね逆に。なんでもいいんだけどさ、ね、でもお笑いの方はちょいちょいつまみに食いされるでしょ。何があの可愛い子がいれば、でもね
お笑いで俺思ったんだけど、本当にね、あの最近すごく好感持ってるやっぱり芸人さんいるんですよ、はい、であのこの2人はやっぱり芸人って言っていいよなっていうのがあって、俺ね鍛えてる芸人とか大嫌いなんですよ。あの筋肉とか、あとあの何おしゃれにやったりか、あの歌歌ってガーとか、もう大嫌いなの。もう一番大嫌いなのはあのオリエンタルランド、オリエンタルラジオ、あオリエンタルランド、あのあれか、あっちです、あのディズニーランドか、あのあのメガネかけた方、もう大嫌い、うん、もう芸人って言うなと思うぐらい。ほんであのなんか論文とかなんとか言うのは、もう体鍛え、もうみんな体鍛えてなんか見た目とか言うじゃない。おかしいんだって、お前ら笑われてなんぼなんだから、まず笑われろよって。そうね、うん、面白くないんだから、まず笑われてほしいわけ俺は。だったらこんなんおかしいよねっていうようなね、あのもっとそのなんていうのかな、あのかっこ悪いところで笑ってもらおうと思って芸を磨いて自分の芸をで笑ってもらうっていう順番なんですよ、はい、面白くねえんだからまずそっち行くなよって、はい、お前がなんか筋肉ガーッと鍛えたからって、え俺らどうリアクションすればいいのって、かっこいいですねって言えばいいの、ね、笑ってなんぼじゃんって言ってっていう風に思うわけですよ、はい、でもね本当にねこの人は本当にすごいんだなと思うのはやっぱりクッキーですよ。あクッキー、野菜爆弾のクッキー、野生爆弾ね、うん、彼はすごいよやっぱり本当にそんな気全くないもん。ああそうよね、おうそりゃそうでしょ。だからみんなね小籔さんなんかでもあの今まで見てきた中ですごいやつはいっぱいいたけど唯一天才だと思うっていうようなコメントとかね、芸人がみんな勝てねえっていうのは当たり前だよ、かっこよく見せようとしてないもん、はい、そうね、逆にみっともないとこどんどん見せていくもんね、うわ気持ち悪いとか言うのがドン引くようなこと、ドン引くようなことね、やっぱり面白いもん。ほんでもう一人意外や意外、この人間は結構カッコつけまくるんじゃねえのとか思ってたらそんなことない、もう中年太りの腹出してこんなんですわとか言って笑い笑う、おうおう、これでも痩せた方なんですけどねこの醜い体がとか言って、チュートリアルの得意、あ得意ね、うん、あいつデルンデルンの体平気で見して、ね、やるじゃないですか、あのほんであの天王洲ワイダンとか行って、ね、アホなことやるじゃないですかはいはい、はい、うわ面白いもんやっぱり見てて、はいはい、うん、やっぱあの二人が言うけどやっぱり芸人ですよ。なるほどね、うん、他はねなんかおかしいってあれは、うん、やっぱりね勝てないと思ってほしいよね、そこまでね、まあ、突き抜けてほしいですよね、うん、もう野生爆弾クッキーすごいわあれは、あの人は天才だよ。そう、ね、楽器はできる、歌もできる、それがプリテンダー歌ってどうのこうのっていううまさじゃないんだもん、ちゃんとオリジナルで歌ってんだもん、はい、おう、ね、それはすごいよやっぱり、おう、そうね、だから何かね二流三流芸人じゃなくてもう、 あのもうああなるともうアーティストだよね本当に、はい、絵も描いてるしね、絵も描いてね、それもなんかあの好きな人が優しかったとか言ってなんかしても気持ち悪い絵描いてるでしょ、天才だよあんなのなんかパリかどっかでなんか個展開いたりしてる結構売れてるらしいですよ、もうすっごいいい子なんだってね、あの礼儀正しくて本当は相方の方がやばいんですよ、相方、あ、ロッシー、ロッシーがものすごいいい子なんだって、あ、そうなの、本当に、あ、ものすごいいい子なんだって、純粋でよいい子すぎちゃって、はい、逆にみんなが心配になる、あ、だ隠し撮りでなんかダウンタウンのあれかなみたいな、あのロッシーさんはいって女の子が、うん、道端かなんかで、はい、ロケで待ってる時に、はい、ファンですって言ってロッシーさんはいって言って石渡す、はい、ありがとうとか言って、ほんでこの石どうするかっていうドッキリなんですよ、はい、ほらね他のやつは捨てたりとかしてるわけ、うん、バンドエイジとか、はい、ロッシーそのまま持って帰るんだよ、ほう、ほんで1週間後ぐらいにその子がロッシーの前に現れて、ロッシーさんって言ったら、あーって言って、あの石やっぱり返してくださいって言ったら、あー分かったちょっと待っててって言って家取りに行って、ちょ飾ってたんだよちゃんと、おー、ほんでそれではいって言って渡したって、はい、そういう子なんだって、めっちゃいい子やね、うん、ものすごいいい子なんだって、なるほどね、これあれですか、一回止めます、はい、だから野生爆弾が売れなかった時に最初はそのロッシーの、はい、あのそういう変わったところで
野生爆弾売れてたんですよ、はい、売れてたっていうか仕事が来てたんですよ。あのホウホウっていうぬいぐるみがいて、それが本当家族みたいになって、ホウホウ叩いたら本気で怒るんですよ。ホウホウっていうフクロール人形が本当に自分の息子みたいに可愛がって、それ彼女が買ってきたらしいんだけど、別れた時に引き取るって言ってホウホウ引き取ったっていう、そういうような、あのもう本当にか、だから、いや今の野生爆弾が解散しないで、ほんでもっと言っちゃえばクッキー、はい、あの彼がやっと時代が追いついて売れるっていうのはロッシーのおかげだって言われてる、あね、うん、あの他 の, あの相方だったら絶対彼についていけなかったって。でロッシーはフェーンとしてるから、ええんちゃうかええんちゃうかで全部その川島君ね、クッキーのあれを肯定したから、もうわーったついていくって言って、もう何の疑問もなくついてたから、はい、好き放題できたのよ。だって水曜のダウンタウンの企画で、ネタ考える人間がクソつまんないネタを考えてきたら、あの他のメンバーを止めるかっていうで、まあ、他の、ね、コンビとかトリオとかが、ネタ考える人こう今回これでいくかなって言ったら、やっぱりみんな止めるんですよ。ちょっと待ってくれって、ごめんつまんないと、で、いやヤバくはどうかっていうので、クッキーが考えたのはそのアヒルのなんかこうおもちゃみたいなので、カラオケボックスでこのそのアヒルのマイクで歌うと全部ワークワーっていう声になるって、クソつまんないんですよ、こんなんつまんないって言ってくれるよなと思ってやったら、あの最後までネタ合わせの時も何のちょっと待ってくれよもなく、最後まで通して、でも本番です、ああじゃあ行きましょうって言って、ガチャってドッキリですって言って、クッキーが頭抱えながら、お前何の疑問も思わんかった、いやだってクッキーが考えてるから、そうそうそう、おもろいわよ、おもろいよこれっつって、そうなんですよ。だからどんなことやったって、あの最終的に謝るし、はい、すいませんでしたって彼がね、だからもうあのあれは本当に、だからずっと二人でいるじゃないですか。そうね、あれまあいいコンビですよ、ね、でも本当に冠も持てない、冠は持てるかもしれないけど、MC とかできないからね、絶対、うん、だから深夜とか、あとはネット番組の帝王になると思うんですよ、ね、そうですね、うん、でもあの体鍛えてるやつらほんとかっちょ悪いですよ、ほんとにかっこ悪い、ね、うん、確かにね、そっちじゃないだろって話、そう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 、まああれは松本人志さんの弊害なんだよね、功罪、ね、のところの罪の一つなんですよ、はい、うん、だからってみんなやんなくてもいいじゃんねって話ですよね。だからあの本当に、まあ、ビートたけしさんがまずね、お笑いっていうのはかっこいいとかいう評価になったんですよ、はい、うん、だからたけしさんも勘違いしておかしい道行っちゃった時期があって、はい、ね、あのさんまさんもそうなんだ、さんまさんはでもまだまともだったから、それでたけしさんがそういうかっこいい芸人はかっこいいっていうような流れを作っちゃって、それに続いてきたのがあのダウンタウンだ、うん、でもたけしさんはそれまではね、吉本の人間じゃないからまだあれだったんで、ダウンタウンが吉本だっていうなんて、ね、みんなそうなっちゃうよね、功罪、うん、の罪ですよ、なるほど、うん、でもタケさんはまだ白鳥にチンポを出したりとかしてたからな、やってました、まだ、うん、そういうのはやってたからあれだけど、ダウンタウンはそんなあれはやらなくなったじゃないですか、よくあれは、うん、確かにね、まあ、やってもあの 笑ってはいけないぐらいのもんでしょ、うん、まあ笑ってはいけないのは別にね、ただあれだから別に自分のが汚れるわけじゃないからね、ね、思いますよ、ね、さて今日の場所、今日行く場所はですね、山梨県編第2夜、第2夜、第3夜、第3夜ですね、首地蔵、名前だけは言っちまいですな、さすがに生配信もだいぶ時間が経ったんで、はい、皆さんも見たいから課金してみたらどうですか、いかがでしょうか、課金しろよ、もう別アングルで、せめてさ、生配信で、ね、投げねえんだったらこれ買ってくんねえか、ほんとにそれだとね、ほんと助かりますよね、ほんとにあれなんだよ、
と嫌なことを言いながらやりたいと思います。頑張ってください。ここから先有料でございます。ご飯もお待ちしております。